白鬼竹は、天狗竹か天狗竹族に分類されるキノコの一種で、ある。傘は半球型から開いて、ほとんど平らになり、径5から30センチメートル、白色であるが老熟したものではわずかに黄色みを帯びる、ことがあり、角水状に尖ったイボ状突起を密布するが、この突起は脱落しやすく、激しい降雨に叩かれたりした場合にはほとんど落ち、傘の表面はほとんど平滑になる。 肉は比較的薄く、脆くて壊れやすく、白色で傷つけても変色することなく、味や匂いは和で刺激を感じないが、乾いてくると弱い不快臭を発する。柄は長さ8から30センチメートルに達し、最も太い部分の小道は1から4センチメートル程度、を、下方に向かって大きく膨れ、全体としては棍棒状ボーリングのピン状をなし、表面は 白色でほぼ平滑あるいは多少古状。特に下部では白色、粒状で脱落しやすい母が感情に付着し、内部は固く充実している。柄の髪型には大型、膜質の唾を備えるが、傘の展開に伴って破れて脱落することが多く、幼いものを除いて、普通は柄に残らない。胞子は高大円形累急形で、無色、平滑、要素を含む主役で、 青灰色に染まる。ヒダの縁及び唾の上面には、卵状、逆フラスコ状、梱包状などを呈する多数の無症細胞が密生している。傘の表面に散在する塩水状のイボは、ほぼ休憩で多少厚い壁を備えた細胞群で構成され、少数の細い菌糸を混在している。傘の表皮は絡み合いつつ補捉した菌糸からなり、 ここの菌視はしばしばかすがい連結を備えている。柄茨城県2017年8月3茨城県2017年8月日だ茨城県2017年8月夏から秋にかけて主にブナカあるいは松蚊の樹下に生える。分類学的一致からしておそらくは樹木の細根との間で 外星菌根を形成するものと考えられているが、生態についてはまだ不明な点が多い。日本及び韓国での分布が確認されている。京都府産の乾燥標本をタイプとして、天狗竹属分類学の権威の一人であるオランダのバスによって新種記載がなされたものである。外観が類似した種類が数多く、しばしば互いに混同されている。城に竹戻きは通バが、 より硬くて厚く、脱落しにくいことや、胞子が白鬼竹のそれよりも、わずかに大きいことで、区別されている。ささくれ白鬼竹は、殻の基部が、とっくり状に太くならず、つばより下には、坂向け状のささくれを生じ、小実体は成熟すると、次第に淡い酒肉色、ピンク色を帯びてくる。また玉白鬼竹は、全体に小さく、殻の基部は、とっくり状に太まらず、 カブラ状に丸く膨れることで異なっている。その他にも数種の類似種が国内に分布しており、世界的にはさらに多数の種が存在している。鬼殺し、鬼竹、白ドッくリ、白いぼた竹などの地方名がある。かつては食毒不明種として紹介されていたが、禁煙種の玉白鬼竹からは危機分析によって有毒成分が検出されていることから、現在は 有毒な可能性があるものとして扱われている。ただし、白鬼竹そのものによると確実に断定された中毒例はまだ知られておらず、白鬼竹からの毒成分の検出例もまだない。本種を食用として利用している事例は日本では確認されていない。方言名が与えられているのは、個実体が大きくて得意な外観を備えており、よく目立つためではないかと考えられる。バス C.1969 モルフォロジーサブリビジアン・オブ・アマニタ &A モノグラフ・オブ・イッツ・セクション・レピデラパースーニャ語285から579松川仁志1980キノコ方言原色原寸図フ東京新聞出版部 ISBN 9長7848億830万 30, 302奥沢雅樹 1999キノコの語源方言辞典山和警告者 ISBN 9長7846億3588万312ありがとうございます